はい、どうも、秘密結社保険水八でございます。今回はね、僕の出芝の報告ですね。中京7レース、日曜日の、中京7レース、3歳1勝クラス、芝 2200m に、出走した僕の馬なんですけども、8着に負けてしまいました。鞍上の富田、暁騎手、今回はもうへぐりまくりよ。天ダメ、中ダメ、姉妹ダメって感じ、本当ダメよ。まず、向正面、最初のコーナーまでのね、入りからして、全身規制出てきてあれかなと思ってたら、そこの位置取りもうまくいってなかったし、これはもううまくいってなかったって感じだと思います。そしてね、向正面でもそのまんまズルズルってした感じだったし、で、最後の直線入るところで当てられたか、変にね、突っ込んでて当たっちゃったかみたいな感じで、全部ミス。もうね、結局ってとこですよね。そして、ノーザンファームの馬の予定外の連戦っていうのは、基本的に消し、連戦って時点できついかなみたいなところだったんだけれども、中一周、急遽決めたレースだからこそ、騎手が確保できなかったっていうのはね、あると思います。なのでね、急遽決めてこのだせいでこの騎手なんだったら、もう本当、騎手確保してから決めてくれって感じのレベルのレースだったとは思いますよ。ノーザンファームの連戦は消しとか言ってたせいでね、スプリンターズステークスはそれで、外したわけなんだけれども、あれは予定の連戦だったから、そこも考えは改めなきゃいけない。予定の連闘は怒りの連闘は消しなんていうのはね、昔の競馬格言でも当然あるんだけれども、今回はね、もう本当怒りの連戦みたいな感じで、連戦するぞって吹き上がっちゃったからって言って、後からね、騎手確保したせいでね、もう本当ダメ。昔からの競馬格言通りの結果でした。だから、富田がそこの現場で、へぐったっていうよりは、もう吹き上がって連戦や、もう、おせおせで勝ちに行くでってやってしまったこと自体がダメなのかもしんない。そっちが失敗だったのかもしんないし、須貝先生は。そこはね、今度こそじっくり立て直して勝利をつかんでほしいなと。もうじっくり仕上げりゃ勝てる馬だから、そう思っております。以上、ハッチーでした。